おはようございます。本日は8月21日朝4時55分の相場解説になりますね。 FX のプロとして心得ることっていうのは、分かることと分からないことをね、はっきりさせることだと思うんですよね。ということで、今日は分からない FX ですね。今日の FX は私はちょっと理解できません。まずデイリーの方を見てみますけども、ずっと考えていたのがですね、もうお分かりだと思うんですけども、この黄色い線の上の方で推移するのか、下の方で推移するのかって見てたんですけども、完全に中間に入っちゃいましたね、これね。このだから、ゾーンに絡むような形になっちゃったんですよ。ということなんでね、ちょっと考え方を変えないといけないかなと思っております。どういうふうに変えるかっていうと、例えばですけども、ここから、ここのレンジって見ることによって、ちょっと広いですけども、範囲を広げて見ることによって、今、真ん中あたりにいるんで、これは、上に行くのか下に行くのかなんですけども、動いていった方の逆張りを狙うようなね、そんな作戦に出るのかなとかぼんやり思いますけども、もうこうなったらね、もう予想するだけ無駄なんですよね。分かってないってことなんで。だからデイリーお手上げということで、4時間の方に行きます。じゃあ4時間がね、分かってんのかって言ったらそんなことはなくて、4時間も、なんだかね、私がね、分かんなくなってきたわけなんですよ。このゾーンの方に入っていくのかなと思ったら入らずに、このゾーンの中で推移するのかなと思ったらいまいちということなんで、もうなんかね、無軌道なうねりに見えてきましたね、私にとってみては。まあヘッド&ショルダーに見えなくもないですけども、高値圏でも何でもないんで、ヘッド&ショルダーには当たらないですね。ということで4時間も理解不能になってしまいました。以前はね、デイリーだけが分かんなかったんですけども、今4時間も分かりません。で、1時間なんですけども、ここで潮目の変わり目が訪れて、売り一辺倒から、右肩上がりになってくるのかなと思ったらなんかね、違うんですよね。ということで、ここもちょっと分からなくなってきたなっていうところですね。で、分からない日は、はっきり言って分かりませんということで、今日の相場解説はお手上げということになりました。すいませんけども、見るのも相場ということでまとめさせていただきます。今日は見るだけでございます。では、失礼します。